母が偉大すぎて怖いと感じる理由。うちの母は時々すごく怖い。思い出せば数限りないエピソードがあるが、ここ1年の話を。気圧が不安定なせいか頭が重くて体調が優れなかったのだが、休日、母に誘われてランチに出かけた。そこで最近しんどいという話をしたら、母が泣く泣くもなく、まるまるさん、と言った。すぐ違う話題を振ってきたので聞き違いかと思ってスルーしたんだけど、翌日、まるまるさんが急に退職することになっていた。別に仲が悪かったわけでもないが、その日以降は嘘のように頭痛も消えた。母に同様の話をしたことはなく、さんはちょっと変わった名字で、太く血をついて出ることはまずない。ある時は面倒くさいとぼやきながら、玄関から応接間を毎日ピカピカに磨き上げていた。何日もかけて掃除して、玄関に向かって、よし、もういいよ、と言ったら、その晩見知らぬ人が訪ねてきた。亡くなった祖父に関わる件でとても重要な話だった。デパートの上りエスカレーターで、いきなり腕を掴まれて列から外れ、え？何？何？って言ってたら、なぜかエスカレーターが緊急停止して、私たちの前にいた人がひっくり返ったこともある。母にもなぜわかるのか、何がわかるのかは不明だそうだ。ただ、ふとそうした方がいいと思いつくんだとか。